皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はですね、ルームツアーはまだちょっと本当にめっちゃ時間かかってて申し訳ないぐらいなんですけど、ルームツアーはできないんですけど、やっとなんか冷蔵庫の上のなんかなんですか、スペースが生活してる感になってきたので、冷蔵庫の中身を紹介していきたいなと思います。そうですね、ちょっと本当生活感が出る動画っぽい。はい、冷蔵庫の前に来ました。狭く感じるけど、意外とここ料理台からこんな感じですね。わかる？この距離感でも結構わかる。わかる？上に行ってみると、まあタンブラーですね、まあ、これこうちゃんに使ってもらおうと思ったんですけど、まあ、こんな感じでなんていうんですか、すごい近いな、近い、なんかとりあえずでかいんですよね、冷蔵庫が。はい、でまあここに自分たちの予定を書いてて、まあ、何時からミーティングで、何時から撮影でとか、まあそんな感じで書いてあってですね、こっち側はキッチンペーパーとか、まあこのまあアルミホイルとかラップだったりクッキングシートだったりがあって、この下にポリ袋があります。超生活感しかない。ここに基本的には生ゴミとか全部まとめて捨てるんで、だいぶ大きいゴミ箱になってます。では冷蔵庫の中身紹介をしたいと思います。一番下から開けてみましょうかね。オクラの刻みの冷凍とか、あとネギですね、ネギの冷凍、ネギすぐにダメになっちゃうんで。明太子は友達から送ってもらってすごいいっぱいあるんですけど、氷はまあ自動なのでお酒を飲むときに役立ってくれてます。でこれは前に作ったハンバーグを冷凍してあって、あとはもう冷凍のとろろですね。これがストロベリーで、ヨーグルトとかに入れて食べてます。まあ本当に冷凍庫は本当に何もないね。では2段目、野菜ですね。まあぶなしんじさんが、まあ、とりあえずキノコが大好きなので、キノコ、あとはベビーリーフを入れてます。基本的にサラダはうちベビーリーフが多いですね。鉄分のウィダーが必要なので、私がストックでめっちゃ買ってあります。でこれは普通にまあ透明のレモンティー、これレビューしようと思ったけどもう遅いからやらない。スミノフ大好きなので、スミノフと、あとこれがグレープサイダーがありますね。結構でもね、ここね、結構ここね、あれが入ったんですよ。牛乳パックが何個かあったりして、豆乳が入ってたりとかしてたんですけど、今はこっちに移動しちゃってあるので、もう今こっちは得意がなんか少ないな。そして最後に上の段行きましょう。よいしょ、パッパラパッパパーン。まずごまだれ、これは冷しゃぶとかした時にもやしと食べたりするので、ごま好きで食べてます。なんでご飯ですよ2個あるのか分かんないんですけど、多分引っ越す前に買ったやつと引っ越した後に買ったやつかなんかで2個になってて、ニンニクですね、私ニンニク大好きなので、ニンニクとか、あとは練りからし、豆板醤で、下に行くとマヨネーズとケチャップと卵です。これね、マヨネーズね、意外とうち使わないんですよ。でこの間なんか賞味期限が今年だからって言って、このマヨネーズくれたんですよね、コンビニかなんかで。なのでもったいないから使わないといけないんですけど、意外とマヨネーズ使わないから、そうですね、どっちかっていうとケチャップの方がこうちゃんがオムライス好きなので減ってく率が高いですね。では下行きます。はい、冷蔵庫って感じになってきた。そうですね、基本的には今お酒しか見えてないかもしれない。お酒と牛乳的なやつね。まずこちらワインになります。友達から引っ越しワインもらいました。まだ開けてません。これは多分エゴマの元ですね。で冷やしてます。こっちはシンルチューがもうちょっとでなくなってしまうので、こうやって分量が分かるように横っちょをこうやって見えるように冷やしてます。これが牛乳と低脂肪ですね。
まあ、別に低脂肪じゃなくてもいいんですけど気にしてないのでそこまで。牛乳はこのカルーアリキュール、抹茶のカルーアリキュールなんですけど、もうこれもちょっとしかないので、まあ、冷やさなくてもいいんですけどね、ちょっと場所に困ったので入れてます。で、紅茶の豆乳と普通の調整豆乳になります。あとはポン酢、はい、ポン酢とこれね、めっちゃ美味しいんですよ、塩だれです。これは何にでも合うのでサラダとかかけたり、あとはなんだろうな、お肉につけて食べたりとか、なんかいろいろ使ってます。はい、上に行きます。これは100均で買ってきた収納ボックスになります。めっちゃ便利で、なんか整頓できるので、こんな感じでいろんなものが。こっちはおばあちゃんからもらった昆布飴とか、まあこの友達が置いてたチョコパイだとか、まあ、今度レビューしようと思ってたものとかが入ってるので詳しく言わないです。こっちはまあチョコ、ガーリックソフトと、あとマーガリンですね。はい、でこっちにこの上に入れて取りやすくしてます。でこっちは瓶類ですね、健康食品みたいな、こう美容ドリンクみたいなのがいっぱい上に入ってます。こっちが調味料とかツナ缶だとかコンソメとかそういうやつですね。これも豆板醤じゃない、なぜか豆板醤も2個ありますね。多分これも引っ越しの時に豆板醤見当たらないなっつって買ってきたのかも。こっちの段に行くと友達が送ってくれた高菜があります。で、あ、バター、これ何だこのとこにいたの、バター、はい、バターはこっちですね。今日のご飯買ってきたやつと生ハムですかね。で、こっちです。こっちからが重要なんです。私ヨーグルトが今大好きで、ヨーグルト今回はそんなにないです。いつももう奥までこう詰めてあって20個ぐらいぐわっと買ってきてしまいます。これはガセリ菌、腸内を良くして内臓脂肪を減らしましょうということで、こう元気にしたくてね、箱買いして置いてあります。はい、ということで皆さん、ここ気になってたでしょう、気になってたでしょう、わかんないけど、真空チルドルームって知ってた？知ってた？なんかね、私知らなくて、真空チルドって流行ってるんでしょ？なんか結構何年も前からあるらしいんですけど、私知らなくて。で、これね、すごいの、いくよ。ほら。ブーン。え、嘘じゃん。こんな感じでプシューって。まあ、要は、鮮度を保って、くれてこれがしまえるんですって。基本的にここのドリンクが入れ替わりが激しいぐらい。あとはこっちの野菜がブワーッと入ったりとかする時もあれば、まあ、こっちに牛乳とか豆乳とかがブワーッといっぱい並べられてる時がありますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。基本的に車で買い物を行ける時とかじゃないと、いっぱい買い物はできないので、私がこう持たなきゃいけないから、重くて持ちきれなかったりとかするので、あんまり今日はね入ってないんですけれども、車で買い物行ったりとかするときはさっと冷凍庫と冷蔵庫、その野菜室の方も結構入ってたりするんですけど、このタイミングでするんじゃなかったかしら。でもなんか結構意外とね、こっちはね意外と充実して、こっちは今入ってるかなと思ったので紹介したんですけど、うん、意外と入ってなかったかもしれないですね。はい、ということで今日は森有家の冷蔵庫の紹介でございました。ちなみに今のこのグルルルルっていう音は節電モードになってるからですね。これはピピピピっていう欄は真空チルドで、冷凍とかってこんな感じの普通の冷蔵庫になります。はい、では森有でございました。皆さん、せーの、おつわり、バイバイ、おやすみなさい。